初めて痴漢に遭ったのは高校に入学して2日目の時でした。とても混んでいる電車だったんですけど、電車の揺れに手がぶつかるような、その手がだんだんこう手の甲から手のひらになってきて、だんだん触るような掴まれるような感覚がしてきて、学校までの道のりを歩いて向かっていきました。当時は15歳でした。法宝他是还想这里注册，就是投资这个新产业这一块。嗯，好像有个网站也是叫顶不住嘛。哇，什么？这可能猫咪的网站。是猫咪。哎，广东人，每次猫咪还是他是猫咪。哦 ，OK。又买了一个啊？对不起，好对不起。这个全部都是我做的，肯定都是我们的。我哋要搞大概即系每千到一万左右咯。头先嗰啲都系好似系广州牌个。我齐心啊！我齐心。加害してくる人たちにとって、私たち女性っていうのはコンテンツでしかない。物として見てるから人の心を持ってると思ってない。Do you have any message for them? あなたにとって女性って何ですかって聞いてみたいです。媽咪你好，我叫馮少欣啊，我係英國廣播公司 BBC 嘅記者，我哋想問你幾個問題嘅。我哋知道你係網上嘅齊叔，你製作同埋指示他人拍攝。在網上販賣性侵害女性的視頻，你有沒有說話想跟這些受害者說？你是為了錢做這件事，還是你享受去侵害這些女性？喂喂 ，OK， stop， hey，yes， drive，go， we put our allegations to him。His only response is silence and then violence. But I think he has plenty to think about right now.